こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。今日は2022年2月の23日です。月曜日21日からですね、雪の方がこの七尾の方も降り続けまして、この23日、今ちょうどお昼12時ぐらいなんですけれども、それまでにだいたい30センチ強積もりました。なので今日はバイクに当然乗れないということなので、お昼なのでこれから食事でも行こうかなというふうに思ってるんですけれども、この通り今日は車でね出かけております。今月なんですけれども、2月入ってから実は私バイクの方は1日も休みの日、天候が悪くて乗れてないんですよね。1月は乗れていたんですけれども、2月入ってからどうもこう休み、休日と晴れ間っていうのがね相性が良くなくて、このように雪がこう降ってたりしております。七尾市と言いますと、この1月去年の暮れぐらいですね、雪が積もり始めまして、ずっとこう雪がね今までこう降ってるんですけれども、今年は珍しくですね、だいたい10センチから20センチぐらいまでの間、積もっては溶け、積もっては溶けということで、実は根雪はねないんですね。こうやって降って積もってはいるんですけれども、寒気がこう居座ることもなく、数日降って、そしてそれがね抜けてからは、しばらくこう気温が若干高い日がね続いて、全て溶けきってからはまた降り出すというような形で、実は除雪なんかも非常に楽なんですよ。地面がそういう面では例年に比べて、高いんじゃないですかね、地熱が。ですので一度こう雪を除雪をしますと、道路が出てさえすればね、このようにもう水でびちゃびちゃになってね、雪が溶けてしまうと。なのでこう根雪にもならないというような感じなので、ちゃんと除雪さえしてれば雪にこう困ることはね今年はないんですよ。そういう面では助かっております。左手はこれ、能登鉄道七尾線ですね。七尾線はこれちょうど今電車1本止まっておりますけれども、能登の、和倉駅がね間もなく左手に和倉駅あるんですけれども、こちらまでが七尾線、 JR 七尾線で、七尾線この和倉までなんですね。そしてこの和倉の方から今度さらに北部、穴水町の方は能登鉄道というような形で、汽車になってくるんですね。ここまでが電車ですね。で、こちら右折をして、和倉温泉街の方に入っていくというような形になります。この和倉方面、だいたいこの七尾市の中でもね雪は割とこう少なめの地域になりますので、見た感じね、路肩にこうちょっとあるぐらいで、もちろんこれ除雪車が通った後なので、道には雪ないんですけども、路肩にその除雪車が通った後の雪が残ってるぐらいで、そんなにこう雪深くないですね。お、ここコスモス、ここにできるのか、楽しみだな。これからの能登島の方を渡りまして、ちょうど今お昼12時ぐらいになってきましたので、お昼ご飯を食べに、能登島といえば水ですけれども、水の方行ってお昼食べようかなというふうに思います。その後は能登島のひょっこり温泉、芝の湯の方行って、体を温めてこようかなと、疲れも癒して
温まってこようかなという感じで出てきました。はい、冬の能登島大橋、これなかなかね、能登島の、ちょうど昨日まで雪が降ってましたので、木にね雪がくっついているんで、クリスマスツリーみたいな感じでね、杉の木ですから結構こう見栄えがするんですね。綺麗な雪景色をね、木がまとってるという、そんな感じです。普段はこれバイクで走ってますので、やっぱりバイクで走るこの映像と車で走る映像っていうのはね、また随分と雰囲気が変わってきてるかなとは思いますけれども、まあ、車はねやっぱりその火砂気流の心配しなくていいっていうのがね、まあ、非常に楽ですね。そういう面でいうとバイクはね、マイクの仕込み位置だとか、角度とかね、まあ、いろいろとこう苦労しますよね、風切り音に関しては、はい。まあ、マイクの音量もこもったり、声が小さかったり大きかったりということで非常に苦労しますけれども、車の場合は非常に楽ですね。何も考えなくていいという感じなので撮影はとっても楽です。はい、能登島入ってまいりました。いい感じの雪景色ですよね。はい、そこに佇む食事処水、こちらの方でお昼ご飯を食べようかなというふうに思います。まあ、こんな感じでちょっと雪の中走ってみましょうかね。だいたいこんな感じですね。約20センチちょっとないぐらいでしょうかね。はい、まあ、私の住んでるところは20センチ優に超えておりまして、除雪しないとね車出れないぐらいだったので、能登島はちょっと少なめですね。はい、水到着です。美味しかったという感じで、また山盛り食べてしまいましたよ。あれ何カロリーあるのかな、気になるな。あ、そこそこ1000カロリーは超えてるだろうな。まあ、そう思うとね、このままぐうたらに一日過ごしても、太るだけなので、ここは能登島で水で食事をしたということは、次はひょっこり温泉に行ってね、サウナでも入って汗かいて少しでもカロリーを消費しようかなというふうに思います。ちょっと走ってるうちにもうひょっこり温泉の方に到着です。はい、まあ、海沿いはやはりこう雪が少ない感じですよね。はい、まあ、10センチ程度ぐらいでしょうかね。ほとんど除雪しなくても普通に走れる程度です。まあ、地面もこう凍結してない、濡れていますので、とても溶けるのもね、早い感じですよね。ですので、まあ、私の住んでいるところは20センチ強、30センチぐらいか、2日間で30センチぐらい積もりましたけれども、まあ、これも寝雪にはならないかなというふうに思います。はい、到着です。それでは島の湯でひとっ風呂浴びていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しんのちチャンネル、しんでした。バイバイ。